爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。フリーにさせてはいけない。ニアを狙った。合わせた。出た。いけ、入った。ゴール。ブリリアントゴール。容赦なく得点を重ねていきます。さあ、もう一度見てみましょう。前半35分をすでに過ぎました。シュート、これはゴールキック。主審ファールを取りました。これはイエローカードを取られました。少しレイトタックルでしたね。ここは集中しなくてはなりません。ボールが宙をさまよう。主審ファールを取りました。壁を作ります。シュート、これはゴールキック。ボールが宙をさまよう。さあ、ここからどう攻める。スペースを見つけた。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、
ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。さあチャンス到来。おっとファウルを取られました。さあどちらがボールを支配するのか。後半15分。スローインです。ドリブルで上がる。スローインです。リザーブの選手が体を動かしています。キラーパスになるのか。今日は絶好調、ハットトリック達成、天才のエスクリオ。後半35分をすでに過ぎました。得点は4対0。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。おっと足がかかった。ドリブルふわっと上げる。ヘッドでインターセプトを狙う。ここで試合終了のホイッスル。大量得点による一方的な試合展開でした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。